こんにちは、辻純子です。今日は6月26日、バチトレルセンター練習台は雨の日の日記姉さん、メガネと靴の色を揃えるのがおしゃれ。じゃあ練習スタート。さて、これは奥から狙った方がいいかな。奥から狙ってちょっと右側に全体をずらしたい。あー、ダメか。なるほど、ちょっと想像通りにいかなかったな。ニッキーさんはつかめないだろうけど、箱じゃない、右アームで押して、あ、つかめないかな、重いかな、落としちゃうか。頭突きも失敗。じゃあ今度は、あー、どうだろう、そのまま、よし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 。あー、それつかみたかったな。なんだかわかんないけど、ニッキーさんは重たくて運べなさそう。大丈夫かな。ぐいっと行ってくれ。ダメかな。あー、重たい。重たい。ニッキー姉さん重たい。ちょっとでも意地で掴みに行く。これいけたんじゃないかな。頭でっかちニッキーさんをゲットです。4枚。ちょっと今日は失敗しちゃったな。もうちょっと右側からやった方が良かったな。さあ、小当たりお願いしますよ。でい、よし。さあ、今日はね、ムーマとムーマージの台やっていきましょう。これはね、陽面くんとサイさんが教えてくれてますね。サイさんはね、虫穴から掴むといいよと教えてくれてたんですけど、陽面くんはね、虫穴を掴むとちょっとね、体勢がおかしくなっちゃったよということなんで、サイさんが2手目でやったね、ムンナとムーマ、2個掴みを狙っていきたいと思います。うまくいくかな。刺して、頼む、2個落ちてくれ。あー、落ちなかった。3手コンプの夢が。ムーマゲットです。おしゃれプレイいっちゃうよ。さあ、次はムシャーナをしっかりね、掴んでいきましょう。ギリギリで掴んでいく。うん、これいって、ちょっと余計にかかっちゃったね。さすがに、うわ、どうだろうな。アーム刺していけるかな。アーム刺すのはいけるけど、サマヨールか、思い出した、サマヨールだね、これね。ポケドルでは最後の力のサマヨール。ムンナがね、刺して落ちてくれるかってとこだね、ほんと。ただ邪魔になってしまったら行って完全に無駄。まあでも狙っていきましょう、サマヨールを。ほい、どうだ、ギリ止め成功。あー、やっぱりダメだ。うまく作られてますね。行って無駄にしてしまいました。4手でいけたけど、5手かかってしまったな。この矢印は多分引き抜けば、サマヨールをね、取り出せば引けると思います。ギリ止め、ほい、はい、オッケー。これは掴めたでしょ。そしてムーマージゲット。やってしまった。もっとね、少ない手数で行く予定だったけど、難しいや。これ一手はね、一番右側の不安定で合ってるかな、一番右にいるポケモンをちょっとね、落としていきましょう。コロンと。もしかしたら残る部分かもしれないからね。これであとはギラティナとミカルゲに集中します。はい、ムンナ、ムシャーナ、ムーマージ、サマヨルゲット。お得意サムバッチはサモゲット。何これ、ちょっと得意げに歩いてるバイトくんかな。はい、それじゃあ今日のミーバスコーナー行ってみましょう。効果抜群と思って攻撃したら、あれ、正体はゾロアコだったっす。クククいつからギギギアルだと錯覚していた。あまり強いポケモンを使うなよ、弱く見えるぞ。やっぱりあれなのかな、ポケモンのレート戦とかで強いポケモンばっかり揃えてると、あ、この人はゴリ押しタイプだみたいな感じに思われちゃうのかな。結構ね、上手い人たちの動画を見たりするんだけど、え、こういうポケモン使うのっていうポケモンでもね、特性とかで一気に大逆転したりして、うわ、これは奥が深いと思ったりしたものです。
はい、今日はねここら辺で終わると思います。今日は練習台本番台ともにねちょっとあんまり見せ場なかったですけれども、サイさんが教えてくれたね虫穴を最初に掴む方法ももしね練習台できたら挑戦してみようかななんて思います。ということでなかなかねうまく取れてないですけど、また明日もね楽しくバツ取っていこうと思うので、よかったらまた明日も見てください。それでは土の子でした。